始まりました。ライクスポーツの3分ラジオ。ライクスポーツのラ。はい、ありがとうございます。いい、シャープ05252、本日の提供企業さんは琉球トータル引越しサービスさんです。いつもお世話になっております。末吉社長、末吉さん、いつもトレーニングありがとうございます。いつも前向きに積極的に取り組んでいる姿になんか感動します。ありがとうございます。というわけで提供企業さんのちょっと情報をお伝えしていきたいと思います。この放送は4月8日になっているんですけども、見ました、ホームページ。そうしましたら、特に1日から10日まではとても安いそうです。琉球トータル引越しサービスさん、毎月1日から10日まではどこよりも安さにチャレンジっていうのをホームページにありまして、特に毎月10日はトータル10ですね、トータルの日で先着10名様 30% から 50% 割引などの、キャンペーンといいますかね、割引のあれがホームページの方に書かれてありますので、ぜひお引越しお考えの方は琉球トータル引越しサービスさんにお問い合わせをお願いします。というわけで本日のテーマ、ダイエット中におすすめするおやつ、はい、ちょっとこちらのお話をしていきましょう。今後ちょっとこういう情報もお伝えしつつ、なんかざっくばらんな話題もしつつっていう流れでやっていきたいと思います。はい、ダイエット中皆さん何食べてますかね。おやつ食べたいですよね。甘いもの欲しいですよね。食べちゃダメですなんてことは言いません。ちゃんと食べてもいいよじゃないんですけど、比較的こういうのをおすすめしますっていうものをこれからお伝えしていこうと思います。まあ、おやつを選ぶ時の注意点としましては、まあ、脂質とか糖質っていうものを見ていただけるといいんですけど、糖質と脂質どっちのカロリーが高いかと言いますと脂質でございます。脂質の方がやはり高いので、そういった油物ができるだけ脂質が低いおやつなどを選んでいただきますと比較的、まあ、ダイエット中でも食べられるものになっております。その代表としては、まあ、甘栗とかおすすめになっております。甘栗一つでも、まあ、結構食感とか噛み応えによって満腹感があったり、やっぱ噛めば噛むほど甘い感覚もするはずです。ちょっとだけでこうカロリーも1個11キロカロリーぐらいありますので、まあ、いっぱい食べちゃうとすごいのでちょっと控えめに食べたりしてみてください。あとはタンパク質もどうぞ召し上がってください。ダイエット中にも食べられるものはあります。またお会いしましょう。甘栗。